こんにちは、北海道のちいさんチャンネル、ちゃむるでございます。よろしくお願いします。本日はですね、久しぶりの神社シリーズ、今年初めてですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回は札幌市白石区本通り14丁目北というところにね、来ておりまして、このね、横にピーってピーってピーって伸びてるのが国道12号線、こっちにね、ピューとピューと伸びてるのが白石藻岩通りでございます。場所的にはね、まあ分かりやすいところにあるかなっていうふうには思いますが、こっちをね、ピューっとずっとまっすぐに行くと、今日の目的地、じゃじゃん、白石神社に着くわけでございます。このね、交差点のところにね、これ灯籠っていうのかしらね、あるので、これを目印に来ていただけるといいのではないかなっていうふうに思います。それでは歩いていきましょう。でちょっとね、交差点を歩いてくると、これですね、ここから白石神社の敷地になると思います。こちらはですね、本殿お参りしてからね、後で来ようと思います。はい、ということでテク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 歩いてるんですけれども、見てください、この木々、緑、マイナスイオン。札幌もですね、暑くなってきて、撮影日5月30日だったんですけれども、もうやってられない、暑いよ。このね、木の中に早く入りたくってテクテク歩いてるんですけれども、この神社ですね、私ちょっと勉強しないで行ったもんだから、こうやって石碑とかもね、結構いろいろあってですね、すごいなんか感じるものがありました。ぜひですね、この動画を見てね、白石神社ご参拝してみてほしいなと思います。そろそろですね、これ着きますね。こちらがじゃじゃん、鳥居でございます。白石神社のね、鳥居もね、また立派でね、デーンとあるんですけれども、でこちらに行きますと、神社の由来、由緒、あれね、結局なんて読むかわからないんだけれど、こちらに書いてあります。こちらの神社には神武天皇がね、いらっしゃいますので、白石神社自体のご利益っていうのは、国家安泰だとか、縁結び、安産祈願、商売繁盛とかね、本当に様々なものがございます。それではいざ入っていきます。よろしくお願いします。はい、鳥居をくぐりまして、こういう感じですね。あそこにね、駐車場があります。ていうかね、今日ね、札幌暑くてさ、今お昼14時ぐらいなんですけど、暑い。降りれるんだね。きっとここ降りていくと、さっきのね、ところに着くのではないかなっていうふうに思います。まずはね、お参りがしたい。はい、白石神社です。茶わず屋でございます。あ、ここ涼しい。このね、白くこう縦になってるやつがカラスよけなんですって。
見てね、分かる通り結構森っていうかね、林っていうか自然豊かなので、カラスもね結構いるのかなっていうふうに思います。あ、こんにちは。はい、ご参拝もね終わりましたので、本殿から見たね雰囲気景色をねぐるっと見ていただこうかなというふうに思います。すごい。ちょっとね、あまりにも暑くて国道側から降りるのをやめました。境内の中っていうのかなから降りてきたんですけど、すごい神秘的ですね。冒頭でも言ったんですけど、ここの神社の何がすごいかって言ったら、ここってもともと北海道神宮が札幌神社としてねあった時にあった場所、伝わるかな。北海道神宮が今の場所にお引越しをしましたと。でその跡地ですね、ここ、もともとだからその北海道神宮があった場所ということになります。その当時の名前が札幌神社だったはずです。なのでここはね、いろんな神様がいるんです。こちらの鳥居には白竜狼、八代竜狼、三方荒神というね神様のお名前なんですかねが書いてありました。ちょっとね調べてみたんだけどね、私にはちょっと難しかったな。こちらがですね、白石竜宮神社って読むのかなという神社になりまして、豊玉姫の御事という神様がいらっしゃるそうです。こちらの神様はね、まあいろいろあるんですけれども、恋愛成就とかね、そういうことにとても力を貸してくれるというか恋愛のねパワースポットっていう風に言われてるそうです。次に紹介しますのは八代竜狼と紹介されていたり、こちらですね、今締め切ってあるんですけれども、注意書きがね書いてあって、こちらでは不動明王っていう風にね記載されております。同じなのかどうかちょっとねわからないので、わかる方いたらねぜひ教えてください。ちなみになんですが、地震の影響などでこの岩垣っていうのかな、これが前の方にねどうやらずれてきているということで、危険だなっていうことで閉鎖されているそうです。
調べましたら9月に一度ね開けられるということなので、今年タイミングがねもし合えば行ってみたいなっていうふうに思います。9月にねまた来ようかなっていうふうにちょっと思います。皆さん恋愛していますか？恋愛のパワースポットということでね、片思いしてる方はねぜひお参りしてみたらいいんではないかと思います。で白石竜宮神社を後ろにまたね進んでいきます。あー本当に涼しい。札幌にもこんなところがあるんだね。はい、こちらなんですけれども、こちらは白石伏見稲荷神社ということで、商売繁盛とかね芸能とかそういうことにご利益があるんではないかっていうふうに思われます。いいですね、涼しい。見て見て、池の魚を釣ること捉えたりしないでください。ダメですよ。ってことはお魚いるのかな。ちょっとね目視では確認はできないけど、プツプツしてるからなんかいそうだね。で今ね徐々にこう上に登ってるんですけれど、よいしょよいしょ、この階段をずっと登っていくとさっきのオープニングの国道に戻ります。ここは何だろう。調べてみたんですが分かりませんでした。ごめんなさい。誰か分かる人いたら教えてほしいです。この赤い箱が賽銭箱で、これのね後ろ向こう側に石か何か出てきた蛇さんがいました。なので何かにまつわるね何かだと思います。勉強になるかなというふうに思います。池の周りをねぐるっとする形でいろいろね神社があるということですね。じゃあこう皆さん、はい、また縁結びの神様でございます。
こちらは白石弁天神社というところでございます。こちらにはですね、なんと弁天様がおられるということです。恋愛のねパワースポットでもあると同時にですよ、皆さんお金にまつわることもねきっといろいろ叶えてくれるんではないでしょうか。ちょうど池の上に建てられてあって、こうね島みたいになってるんだよね。ちょっと見えないでしょ。あ、こんな感じ。なんかすごい神秘的。ここの神社も超素敵。一周してくるわけですね。伏見のね、伏見稲荷神社もう私大好きで、あそこに住めるわって言いましたけど、ここにも住めそうな気がする。すごい自然豊かで、ここもですね、国道、まあ、大きいね道路 に面してるところなので、一歩ね中に入るとこんな大自然ですよ。そして先ほどもねお伝えしましたけど、もともとは北海道神宮札幌神社があった場所なので、それだけでもねかなりのパワースポットだと思いますし、これだけですね神社がねたくさんあるところって、札幌の中では神宮以外ないんじゃないかなというふうにちょっとね思っております。いや自然いいね。ではですね、ちょっとお参りしてきます。お参りしてないんで行ってきます。さっきねおみくじも引いたんです。これはねちょっと車の中で見ようかなっていうふうに思います。さて涼んだし仕事しようかな。はい、ということで今日の動画は以上になります。札幌市白石区にある白石神社でございました。で、アクセス方法なんですけど、地下鉄だと東西線の南郷13丁目駅ですね。こちらは歩いて10分かかるかかかんないぐらいだと思います。で、バス停もなんかどうやら近くにあるらしいんですけれども、車で来た方が無難かなっていう気はします。駐車場も新小谷神社みたいにね、たくさんは止めれないけど、10台ぐらいは止めれそうな気がするので、で今ですね、14時ぐらいから撮影始めて15時半ぐらいなんですけれども、この時間で駐車場私一人しかいないので、お昼過ぎから夕方前ぐらいが狙い目ではないかなというふうに思います。多分ね夕方過ぎるとねまたね参拝する方がね増えるかなというふうに思います。はい、ということで今回の動画が良かったよ、白石神社行ってみようというふうに思ってくださった方、恋愛のね神様にお参りしようって思ってみてくださったそこのあなた、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、ツイッターやってますのでツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。